どうも、TF 団の F です。TF 団の T です。さて、福岡県豊前市方面探索編5、今回が第8回目です。前回、3本目の林道を慎重に進んだ TF 団。路面に苦しめられつつも、出口にたどり着くことができました。引き続き、本日最後の林道へと向かうことにした2人。立ち入り禁止のままの轟林道を横目に、さらに先へと進みます。果たして次の林道は、どう変化しているのか。早速続きをご覧ください。それではどうぞ。曲がってる。なんだあの減速しすぎて。オートクルーズだったり。ハサミ具合でこうカーブを。ああなるほど。めっちゃ暑いです。まあ、もうどこからでも抜けます。だからゆっくりで。ああ、本当です。はい、どうぞ。そっち側から行きます。どうだ今の。カミソリのやつで。危ねえなと。さあ、ラストの道は前だか。まあ、結構ここ長い。どっかに十字路があるはず。持ってさ、うん、全然車も人もらん。もらんねえ。ここすれ違ったことあるか、車とかバイク。いやー、でも一回行くか、そんな感じや。誰が使うよ。もっとこうなんていうか、近道でも便利な道いっぱいある。下になんか落ちとるわさ。あ、そう。見通し悪いよ。見通し悪い。誰が使うよ。そこそこなんていうの、ちゃんと整備されてる。昔ここしか道がなかったっていうわけでも多分ない。ないよ。誰の人生これ。そういう人いいよって人たちも亡くなってしもうて、ね、俺らしか通ってない。まあまあうちらはこう使わせてもらってる。そうそうそう。俺らはいい、ね、ありがたいんですけど。おっていいしろ。これまっすぐ。やっぱ夜ここ走るってめちゃめちゃ怖そうやな。絶対やる。見るやん。そういう雰囲気は。どういうの？俺が乗ってますよ。ウォーキングより自信。夜に本当人を見つけたらもうビビるやん。いや、俺いつもやね。俺がほら、夜中の3時。あー、はい、夜中。制服着た女の子みたいな。めっちゃ怖かったよ。え、大丈夫かこいつと思ってた。この世のものかな。で、しかもさ、なんか声かけてさ、レンジャーみたいなのあったよね。俺、4度見ぐらいしたって、と思って。この時間にみたいな。しかもそんなこう、人気のない。まあ、そう、言うてね。
友達を迎えに来たんですね。怖かったな。あ、ここだ。あー、おっと。リフトを居合わせ。バッコ防衛ライン。ここが最後の日です。じゃあ、気合入れてこい。気合入れてたのに。さあ、最後の気合入れた。あー、これぐらいで終わりまで行っちゃうな。ここはね、なんかそんな荒れてるイメージがある。なんか走りやすい。なんかパチンコ防衛大臣の力で。整備されてる。途中分かれ道があるんやけど、とりあえずまずはまっすぐ。なんか最後はこんぐらいこう、緩やかにしてクールダウンして。やばそうってやつだな。え？その発見はやばそうな。クルクル来たぜ。まだこのグラグになってしまう。てか FF7 さ、うん、エアリスティーズ知るっけ。あ、いつ頃だったっけな。最後。いや、最後じゃない、途中だけど。でもディスク2で死んでない、今回リバー。あー、まだ死んでないっぽいね。まだ死んでない、うん、ってことは次でした。なんかあのプレステの頃はね、ああ2枚目の途中ぐらいやったかな、あれ中盤ぐらいかな、死んだ。当時のエアリスが死なない裏技みたいな。死なんの？ストリートはもう死ぬけど、ただキャラとしては残るみたいな裏技がなんかあった。ゴミと決まっている。そう、ユフィって言ったら今ユフィ、ユフィガキすぎた。俺はちょっとガキはな。俺は無理かな。田中ならいいやつだ。俺ドリコンじゃねえからな。そういうなんかニュアンスがプロフしてる。俺ドリコンではないんだな。やっぱピカかな。ピーターパンって言ったら何だって。俺やっぱピーターパンだ。いろいろか。ディファ、ディファ。あ、ディファ。ディファ。俺やっぱディファパかなって聞こえたけど。大人になれない僕らのってやつ。これ何？これ何？あ、これダッシュベルだ。うわ！あ、どうする？俺やっぱピーターパンかなって思った。ピーターパンか。そっち派か。俺はちょっと無理かな。しかし呼びましたい私。リバーにはまとめなきゃ。あ、これが負けたい。そこだけは。リバーにバカバカピー。ファイナルファンタジー。ベースクリーンですね。同じテンション。ロマンティックだな。絶対ベースクリーン。ドラゴンクエスト。あ、ここが分かれる。とりあえずまずまず。その後ここ行く。俺にプレステ5を買うから。あ、でも買いますか。大人になれない僕らの強がりを一つ聞いてくれ。僕も確かクロムホークパン。だから眠くなってきた。すげえ眠くなってきた。この時期なんで。この時期なんでね、言うて多分この動画出るのもう梅雨明けるかどうかくらい。というのが今は春です。春よ。超ゲー。またあの人が来てくれました。バックとかそれはそれは。
あるよすごい壮大な感じで、まだ見ぬ春若干荒れてきた。我らが見の顔、ちょっと君の姿を咲いてろ咲いてろ。ちょっと長渕さんっぽい。いや長渕だった。まあ言われてる。ダクトではなかった。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントもよろしく頼むぜ。それでは皆さん、お疲れっす。